こんにちは。群馬交響楽団クラリネットの野田雄介です。今日はキャロリネットの作り方をご紹介します。ご用意いただくのは大きめの人参、包丁、まな板、手袋、新聞紙、ドリル、そしてエスクラリネットのマウスピースとリードです。はい、まず人参の尻尾を切ります。そしてここにドリルで穴を開けます。はい、穴が開きました。ちょっと斜めですが、なんとかやってみましょう。スプーンで穴をこじ開けます。はい、マウスピースを入れる穴ができましたので、今度は指の穴を開けていきます。ドリルの刃を変えまして穴を開けます。出来上がりました。低音域が足りないので上部を足してみました。では演奏してみます。